チャンネルじゃ月曜日です総チェ行クということでね。 今日も総チェックね。もう交流戦。あと一週間ということでね。どういう結末を迎えるのか。1位から最下位までなんと2ゲーム差。全チームに優勝の可能性がある。もしくはもう5球団ぐらいが同時優勝なのかっていうね。最後はどういう風に決まるのかっていうところでね。えー、行きましょう。ちょっと遅くなりましたけどね。その時ちょっと用事があったのってね。えー、もう最近忙しくてですね。ありがとうございますっていう感じですけども。ちょっと忙しくて遅くなったと思います。さあ、ということでね、早速行きましょう。ね。楽年対中日心がご 5対4で楽天10日、1対0で楽天そして11日は雨天中止ということで楽天の2連勝っていうね、えー、ところになりましたけどもね、9日、5対4で楽天っていうところでまあ中日はね、初回、先生ね、いい形で先生、大島ライト前、うい三振するけども岡林がね、えー、セカンドボテボテの内野安打ていうところでこれでセカンド、浅村、ね、ファンブルっていうね、えー、キャッチできなくてでこれでちゃんと処理してたらファーストアウトだったんちゃうかっていうね。 だからひょっとしたら、失点0点でいけたんちゃうかっていうところでね、えー、ランナー残って一三塁、えー、そして、えー、ファーストランナーの小林が、ね、初球盗塁これはハンデよかったねで細川、フォアボールで、えー、高橋周平がレフトへ2点タイムリーねでここで二塁ランナーの小林もねレフト前だけどもしっかりホールでに送塁。小林の盗塁,この総塁、ね、非常に良かったなっていうねまあ相手をねミスをついてしっかり2点取れたっていうのは大きかったけども中日。 木下のパスボール、そしてバッテリーのワイルドピッチで無駄な失点、結局命取りっていうところでね、えー、楽天は、え2回裏、2アウト1、塁からね、山崎、ここでね、しっかり1本打つ。これね、チャンスでね、この試合1本出たなっていうところでね、えー、1点を返して。で、えー、5回裏、ワンアウトからね、辰巳センター前。で、小深田アウトになるけども、2アウト1塁、大号の時に木下パスボール、バーっとで、セカンド行って、ね、大号がライトでタイムリーツーベース。 そして浅村がねライトにタイムリーヒットっていうね浅村、このインコース、ストレートつ詰まりながらねライト前、頑張っていくというところで、ね、一気に逆転で6回の表、ね、中日は小林センター前ヒットで細川がね同点タイムリーツーベースでここね、ね高橋周ノーアウト二塁から三振ピッチャーね渡辺に変わったけどもここで最悪、進塁打打ってたらその後にね1点入ってたかもしれない。 っていうところでね、その後ね、高橋、市川、村松とね、えー、三者凡退に送ってこ、もう一点取れなかったっていうところで、ここね、もう一点取りたかったなっていうね。まあでも同点追いついたけども、楽天は、ね、6回裏、ワンアウトからね、阿部がツーベース、で、山崎センター前、で、ワンアウト一三塁から、なんと大田、セーフティースクイズ、キ <laughs> こ,この、最近もうパントもう上手すぎるね。で、ここでね、貴重な一点を取って、で、7回裏、えー、ツーアウトから、浅村がね、えー、センター前。 で、ここでね、えー、小笠原悪送球っていうところで、まあ、大きく弾いたからね、難しいけど、大きく弾きすぎだね。大きくワンパン、大きく弾きすぎて、ここ前ね、止めたかったなっていうところで、ランナーセカンド行って、横岡島がね、レフトでタイムリーツーベースっていうね、パスボール、ワールドピッチーランナーが進塁して、それをね、一発でしとめるっていうところでは、ね、チャンスできっちりタイムリー、グッドナイスっていうね、ところでは、えー、楽天がね、欲しい時に点取ったなと。 中日はね、8回にもね、2アウト12から村松がタイムリーヒットを打って、まあ1点差っていうところまでね、しのぐけども、結局最後の1本出るぞっていうところでね、楽天の逃げ切り勝ちっていうね、結局はそのなんかパスボールワイルピッチを、ね、失点が命取りになったなっていうところでしたね。 えー、ついて、えー、10日、一対0で楽天というところで、えー、楽天先発早川ね、えー、7回1九9四4安打4三振、291レッドボール無失点というところでね、非常に左右ね、両バッターに対して両コースのね、特にストレート、インコースのストレート、右左かかわらずね、インコースのストレートが非常にカピッチ。ね。ま、ああの、攻撃はね、こう3回のね、あの、ツーアウト一三塁から、浅村のね、センター前タイムリーヒットっていうところで、まあ、ワンチャンを、 ものにしたっていうところでね、まあ、これ1対0でね、守りきるんだけども、その後ね、早川投げてん、ね、で、酒井、まツイーとね、えー、しっかりリリーフで抑えて、堺井ね、最近いい感じでね、抑えれてるね。で、まぁ、あ、中日としはね、もう取れる時に取れないとこうなるっていうね、う2回、1番ですね、えー、先頭細川が出て、で、高橋アウト、で、ビシエイトアウト、リーチカ川フォアボールっていうところでね、ツーアウト1塁、木下ね、三振っていうね、えー、チャンスを作って、で、3回。 村松フォアボール。うか三振するけども、岡林センター前ヒット。ワンアウト一塁から、福永アウト。細川デッドボール、高橋周平三振っていう。こう2回3回どっちでも1点取ってたらね、一気に流れ変わったなっていうところはあるけどね。あとはね、中日ね、えー、謎。7回ね、ツーアウトから、木下がレフト前ヒット。で、村松がライト前ヒットを打つんだけども、えー、ライトゴ号のね、高編球で三塁タッチアウトっていうところで、ファーストランナー木下。余裕で三塁アウト。なぜ走ったかっていうね。 無理に2アウト三塁行く必要なかったやろうっていうね。あそこ、だからこういったところでもチャンス潰したなっていうね。でもまあしっかりね、えー、楽天は守り切ってこの1対0でね。まああと、あと一試合あるけどね、この2連勝して中日に勝ち越したっていうところはね、楽にとって非常に大きい戦いだったんじゃないでしょうか。えつ、ー、いて、西武対ヤクルト。九日2対1で西武。10日0対二でヤクルト。十一日二対3でヤクルト。 ヤフルトの2勝勝敗で勝ち越ししっていうところになりましたねえ9日、2対1で西武というところで西武選抜バツ、みだね5回96球5安打7三4 291失点と、まあ、結構ね、ねボール先行するシーンも多かったけどもなんとか粘り強く投げれてたなっていう、ね、っていうところではまあねしっかり1点にね抑えて、まあ、チームが2点取ってくれたっていうところでね、まあ、ロースコア対決になったけどもここでね勝ちがついたっていうのは非常に大きかったんじゃないでしょうか。 で、ヤクルト先発ね、ピーターズ。え、6回3分の1、88球、7安打一三4一4 9 2失点と。ま、あこれは攻められないね。非常にね。ま、あヤクルトはね、連打ならずっていうところと、まあ、セーブはワンチャンスものにしたって感じだからね。だからヤクルトはね、初回、山田がスリーベースって青木がセンター前一人タイムリー、え、最先行くね、先制取って、で、ここからね、後が続かずでね、初回は1点止まり。で、セーブはね、2回裏、先頭、長谷川がね、レフトスタンドホームラン、長谷川くいいね。いい感じだね。 でそっからね平山がライト前、でここが送りバンド成功してワンアウト、2位から若林アウトになるけども源田の、ね、ライトへタイムリーヒットというところでこのねヤクルトの初回ね1点取った後の続かないね西武は1点取った後まだ続いたっていうところでねまあ、このね1点というところが最後はね勝敗に大きく分けたなっていうところがあってねまあ、その後ね。 えー、隅田は5回で交代してねで、えー、森脇、平井、えー、佐藤、そして増田とねあのしっかり抑えて、まあ、そこでね、えー、4人で5三振ヒットを森脇の1本だけっていうところでね非常にグッドリリーフ、ね、でヤクルトとしては、ねまあ、負けたけどもねこの3回、4回の古賀のファーストへのピックオフプ,プレー、ね、こういったところでね相手のチャンスを、ね、積んでいって、まあ、なんとか、ね、逆転したかったところだけども、まあね、ここは、えー、西武の投手陣が非常に頑張ったんじゃないでしょうか。 10日、0対2でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発、石川ね、5回3分の2、74球、3安打2、三審、1審、無失点。危なげなく、完璧なピッチング。グしかも18、185勝。交流戦だけで確か28勝かな。素晴らしい。あと15勝、なんとか頑張って石川にね、200勝差し上げたいなっていうね。で、えー、西武は、えー、先発、えー、高橋コーナー。ね、7回11球、5安打5、三振4四球1審、1点と。まあね、2対0だからね、もう攻められないね。 まあセーブはね2回裏ねねこあの先頭、渡辺がツーベースカーゴが見逃し三振ここ、川越、ね塁類だ打っッおきたかったねでその後ね長谷川の時にえー二塁ランナー渡辺が3頭したアウトえなぜにまあ積極性をね失ってほしくないからそんな攻めたくないけどもねその走るっていうねその行為隙を突こうっていう意識は 非常に大事だしそのね、えー、気持ちは大事にしてほしいけども楽々アウトだからもうちょっといいスタート切れたやろうっていうねあのでその後、ね、あのね長谷川フォアブルールになるけども平沼がファーストゴローっていうところで得点できなかったっていうね、ところがあるからこう、余裕なだウ、ね、止まらなきゃ気持ちはわかるけどねでもそういう積極的な、ね、姿勢はね、えー、貫,いね貫いてほしいっていうねで、えー、ヤクルトはね4回の、えー、表に え、村上三振。で、青木さんとのフォアボール。で、中村がね、仙台のタイムリーヒットっていうところでね。だから、ここね、フォアボール痛かったな、高橋コナ、この、青木サンなのってね、それで1点取られてるからね。で、えー、セ、ねえーブは、ね、5回裏、ワンアウトからね、長坂カが2ベース。で、平沼小雅とね、1本ですっていうね、えー、ところで、まあ、ここのね、あのー、 ワンアウト、二塁から平沼のファーストゴロね一塁線抜けるかっていうところでね、バウンドも変わったのに、オスナがダイビングしながら、プラーってね、あれ取ったのでかかったね。あれ抜けててもね、おかしくなかったけど、オスナ。プレイ。ね。で、それをしっかり防いで、でね、えー、9回に、えー、ツーアウト一塁から、山田のね、センタ,ーへタイムリーツーベースっていうところで、ダメ押しの1点取って、まあ逃げ切りがちっていうね。で、え投手陣もね、石川の後、えー、大西、星、清水、田口とね、 危なげなく、しっかりリーフしきれいだっていうところではね、非常に、まあこ,こ,この、心かどうかね、一緒のような試合でね、お互いがね、戦ったなっていう印象だね。 で11日の試合、また3対2でヤクルトというところでね、まあ、これももうこの3試合ね同じような戦い、最後どっちが一本出るか最後どっちが踏ん張るかっていうのをねあので勝敗ついたというところでヤクルト先発小、ね、小澤ね6回69球4安打四三し一四球1失点とまあ立ち上がり、ね、ちょっと制球不安定でストライク、ボールはっきりしたかなっていうところもあるけど仕入れ上がりにねどんどん制球も良くなってきて緩急っていうところで安定的なピッチングになったとっいうところは、ね。<スー> セーブ先バズタイラー七回百十二球並んだ十二打三死無失球三失点というところでまあミスもあったけど痛かったねまあねヤクルトは二回表でワンダルトからねカーバターナイアンダ三塁アウトになるけども中村ツーベースでオスナーのねライトレライトマイタイムリーヒットで二点先制っていうねタ若干いつも立ち上がりちょっとバタバタするねで五、えー、回 ねえー、長岡がセンター前ヒットで竹中が送りバンドを決めてワンダウトにいるから内山のね、えー、サードゴロでサードがねファースト投げた瞬間にセカンドランナー長岡が三塁にね、えー、狙っていってでファーストの渡辺がサードへ投げたら悪送球っていうところでね1点入るっていうバッとこの1点、でかかったねでねえ千、ー、も6回ぐらいに、ねえー、ツーアウトから鈴木翔平ねセンター前ヒット殿崎がねタイムリーツーベースで7回にもね 栗山、えー、クリアフォアボールで長谷川、センター前ヒットで、えー、古市がね、えー、サードへの内野安打ていうね、えー、ところでまあ、内野安打といってもバントがいいところ、ね、めっちゃいいところに転がっていったっていうねでこのノーアウート満塁からね平沼ぎゼフライ良かったんだけどもここでタイムリーが出なかったのが痛かったしねあのヤクルトのリリーフはね小沢から、ねえー、星に変わって、えー、そして、えー、若林からね木澤に変わってね。ね まあ、フォアボール出すもツーアウト満塁で鈴木翔平ね、ライトフライで打ち取ってね、ここ1点で済んだっていうところが大きかったね。逆にセーブはここでタイムリー出るかどうかっていうね、ところだったけど、もうほんと、この3連戦、ほんと最後に1本出るかどうかね、そこしのげるかどうかのの違いの本当に2勝1敗ヤクルトっていうところでね、えー、ロースカーの戦いでね、ヤクルトしっかり勝ち切れたっていうところは、え大きかったんじゃないでしょう ししかしね、この解説でも言っているけどなかなか村上がね、いいところ出てこないっていうところでね、今、2割3分っていうね、まあ、でもホームランはきちんってんだけど、ねまあ、そういったところでね、村上の猛爆発っていうところがね、期待が待たれるというところの3連戦2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでした。 ついて、ロッテ対広島、9日2対3で広島、10日5対4でロッテ、そして11日6対5でロッテということで、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうね、広島は全部1点差、勝ちも負けもっていうね、えー、ところで負け越しっていうところになりましたけども、9こ日こかかね、2対3で広島っていうところで、広島選抜とこだね、8回101球、4安打4三振、1死球、1失点と、まあ、両コースにね、 え、非常にね、えー、まっすぐカット 2C シーブ、えー、非常に請求できてたなと。で、その中で、パーム、カーブっていうところの抜け感で緩急を作って、非常にね、グッピチ。完璧すぎて、グッピチ。スパイラル。とかった。ね。で、まあね、あの、得点シーンでは3回の表ね、 えー、先頭、田中康介ライト前ヒットでデビッドソン三振するけども野間レフト前ヒット菊池、で木口三振ワンアウト一塁からね西川のセンター前タイムリーヒットで秋山の、ね、タイムリーヒットで2点先制というところでは、えー、いい流れっていうねロッテはね4回裏ワンアウト三塁からね山内がセンター前でもこれもね藤岡の、ね、先頭、ねラ,イト前ね、ライトツーベースなんだけどもベースに当たってね ツーベースになって中村がライトフライタッチアップして山口のセンター前で1点っていうね、こ、ま、だ、あ、ね自責点も1だけど、ふーんていうね、えー、ところで2対1で、えー、7回表、ねえー、ワンアウトから野間が、ね、ショートに悩んだで、この時にに盗、えー、塁成功、ね、で、菊池、えー、ショートフライで、ツーアウト二塁から西川ね、粘って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 、最後インコースをレフト前あれはもう褒めるしかないね、西川をね。 で、これで3点取って、ね。で、9回裏、ね。あの、ポランコがタイムリーツーベースを打つけども、最後ね、岡弘美、センターライナーで、ジェントっていうね、えー、ところで、まあ、このポランコのやつもね、先頭ね、え矢崎に、矢崎に代わって、藤岡フォアボール、中村三振、山口にセンターフライっていうところで、ポランコね、詰まりながら、ショートとセカンドの、ちょうど、ショートとレフトの、 ちょうどアイジャーぐらいで、守備固めに出てきて矢野がね、ダイビング、レフトの方に向かってダイビングで一回グラブ入ったけども、地面にドーンってついた時に落としたってね。まあでもあれはね、西川も無理だからね、距離感見たら。矢野が行くしかないし、あれ取ったらスーパープレイだったから、あれはね、もう取れなくても攻められない。もう取ったらスーパープレイ。で、これ1点取ってね。 とい,いうところでね最後、か一本でやるぞていうねいいバッティングだったけどねセンターライナーっていうねロッテ先発2種の、ね、西野6回3分の214球え9安打7三振1、9三振ってとまああのー、3回ね、えー、左に打ちね え狙いが甘く入ってね、ねこの3回の西川のタイムリーもねインコースになったのが甘め入って、ねえー、センタータイムリーねで、えー、秋山には外のスライダーというところが甘く入ってタイムリーというところでね、えー、失点したけどもまあ請求ねちょこちょこちょっと甘かったなっていうところでね、えー、万全の状態ではなかったなって思うけども試合作ったということを考えたら打線の援護がなかったかなというロッテは5安打だからね。 で、どうか、5対4で、えー、ロッテというところで、ロッテ先発元前ね、5回93球、4安打5三振、4四球2失点と、まあ、左打線ね、半分以上左打線の中で、えー、クロスのね、ストレートスライダーっていうところは非常にね、グッピッチね。だ対右バッターにチェンジアップがもうちょっと決まれば、すごい楽なね、えー、展開でピッチングできたんじゃないのかなっていうね。まあ、最後はね、フォアボールからっていうところでね、ちょっともったいなかったかなっていうね。で、ロッテはね、あのー、2回裏、ね、ツーアウトから、 カクナかのライトスタンドに先制ホームラン。ね、広島先発したね、なんか変化球狙ったけど、まっすぐ反応できましたって言っててね。ほんとかっていうね。で、えー、広島は回表ね、えー、相沢のホームランで追いつくっていうね。えー、で、またロッテがね、えー、3回裏、ね、岡がフォアボールで出てて、えー、池田藤岡アウトになるけども、ツーアウト三塁から中村がね、レフトへ、え、勝ち越しの、えー、タイムリーヒットっていうね。えー、でも5回表、ね、田中、相沢連続フォアボール。だから元前、ここがもったいなかったね。 で菊池がライト、5ーヒットでノーアウト満塁からねえ西川のセカンドゴロの間に1点を挙げてワンアウト、一、三塁ここでね秋山、松山がねどっちがもう犠牲ぐらいでもなんでもね打ててればこの試合勝ってたけどここで勝ちきれないね点取りきれないっていうところが怖い思ってねいたかったね同点止まりっていうねえそしたらえロッテはねすぐさま6回裏ねプランコがライト前ヒットでここでもうダイソートム杉ぎ出てきてねえ盗塁で森下の悪送球 でノーアウト、で山口、フォアーボールでノーアウト一、三塁なんて角中がね、えー、時にファーストランナー、代走小川がまだ通ん、ね、で犠牲フライっていうところでね、1点勝ち越してね、だここのね、だからまあカープはね、盗塁阻止も課題だね、やっぱちょっと走られすぎだね、悠々とね、でもね、カープは、えー、7回表、ワンアウトから、えー、坂倉、レフト前、菊池、センター前、で西川がセンター同点タイムリー。 でえー、秋山の時にね、えー、ダイソー曽根が盗塁走って2、3塁でセンター前タイムリーヒットっていうところでね4対3の勝ち越しでワンアウト、二、三塁から松山、フォアボールでワンアウト、満塁になってねセカンドゴロノマアウトで堂林三振ここで犠牲フライトを打っていればもうこのビッグチャンスをもろりできないここ、カープねで結局逆転したけども一点ただ8回裏にね 森下に変わってターリーが、えー、ワンアウトから、トムスキライト前ヒット。で、側がね、ちょっとセフティー気味に送りバンドを決めて、で、角中がね、センタータイムリーツーベースで同点。ね。そしたら、えー、9回裏。ね。えー、ピッチャー、栗林。先頭佐藤フォアボール。で、大川レフトイヒット。で、池田のね、バントを決めて、ワンアウトに三塁から、藤岡がね、センターへのタイムリーさよならヒットっていうところでね。だからもうこの試合はね、角中寒々です。はい。いいところで。 6回もね、角中犠牲フライ打って、8回もね、えー、ターリーから角中がタイムリーツーベース打ってっていうところでね、で、まあ2回ね、角中のホームランだからね、もう角中寒さもです。角中はなんと、えー、3打数3安打3打点1オーマーっていうね、完璧っていうね、えー、ところで、で、まあね、広島先発はね、えー、森下。 7回105六6番で六三6 3四 293C ってと。まあ、踏ん張ったけどね。だから本当に勝てるチャンスあったけどね。で、9回栗林がさよならっていうところで、この栗林の9回の投球もね、困ったら変化球投げてんだよ。だから困ったらストレートで押せないわけでしょ。これがね、万全じゃないと思うんだよね。で、まあね、俺はいろいろ言うからね、改正者だから。で、いろいろ言ったらね、外野がうるさいっていう人いるんだけども、俺うるさいのが仕事だからね。外野だから。ね、改正者。 ね。あの、外野は黙っとけって言ったらもう俺廃墟になっちゃうからね。うるさいのが仕事です。ね。それはもう褒めるときは大きく褒める。ね。かくさまさまって言ってね。ダメなときは自分の意見を言って出るね。で、それがね、賛同してくれる人もいるだろうし、そんなもんおかしいよ。黙っとけっていう人もいるかもしんないけど、それが仕事です。はい。でもだから、栗林はね、 そのね結局、困ったらストレート投げきれてないんだよね、困ったら変化球、でそれを結局合わせに行く、あと肩の開きがめっちゃ速い、めっちゃ速いから手が離れる、だから球も見やすい、で球にキレがなくなる、球速で出てても多分、思ってより行ってない、変化球も曲がってるように見えて、キレが悪いっていうね、それはなぜかというと、全部開いてるっていうね、ところが、俺の見解はね、そう見えるけど、だからまあね、俺はもう、バシバシ1週間で遠く日、もうちょっと本当によ やってきてもよかったなっていうところと、まあ、ここでねこのだから今週1週間でしょ、この1週間10日思い切って休めば調整して対セ・あのタイリーグの時には帰ってこれるからねって俺は思うけど、まあ、そんなことしないだろうけどね、まあ、だからしないからね、その中でどれで頑張れるかっていうのはね今後に向けては、えー、かなり勝負だなっていうところはね出てくるから、まあ、どういうところになっていくかだね。で広島は本当に回回回回回特でで追加点取れた中で やっぱ点取れなかったっていうところが、まあ、大きかったね。あとは通り阻止っていうところがやっぱ課題になってくる。これ10日の試合でしたね。えー、続いて、えー、11日の試合、えー、6対5でロッテっていうところでね、えー、ロッテ先発佐々木朗希、7回1九9五5安打13死、石牛2失点と、1九9年結構球数投げてきてたなっていうね、まああのちょっとね、爪で休んだっていうところがかなりね、体力的な回復っていうのはね、まあ WBC から来てたからかなり大きかったんじゃないのかっていうね。で、広島先発黒葉く 黒原、ね、4回3分の1、89、6安打3三振、3四球5失点っていうね、えー、中でねロッテはもう3回ね、ね、えー、藤原岡の連続ヒット、で藤岡送りバンド中村フォアボール、そして山口がレフトスタンドへ満塁ホームランクこの中村のフォアボールがだめだね、こう犠牲フライで打たせてお1点で済んだ可能性があるのにもかかわらずフォアボールっていうねで山口のワンボールからストライクに取りに行ったやつ、思いっきり振り抜かれてね満塁ホームラン。で広島はねでも5回の表 松山ね、ねこの日佐々木朗希から初アンダーで、ね、内悩んだ坂倉、三振するけども田中康介、フォアボール2打沢は三振するけどもワンアウト、一塁からデビッドソンがセンター前ヒットを打ってツーアウト、回りから初木がね9急粘って165キロも164キロも162キロも160キロオーバー全部粘って粘って粘って,粘って,粘って最後ね、ねもうレフトでタイムリーヒット初木、ね、ナイス粘り強さとナイスバッティ ね。で、これ2点取ってね。4対2。またどうなるかわかんないっていうところで、5回裏ね、え、藤岡の仙台フラー、秋山ラ球、ばーーと。何やってんのでも、中村がレフト前ヒットをね、え、レフト、西川が本類タッチアウトっていうね、ここカバーする西川、ぐっそでもよ、これね、まあ、ああの、リクエスト見たけどね、肩だったら制御かもしれないけど、坂倉が手にタッチしてるかもわかんないんだよね、ここにね。でもそれがビデオでね、およくわかんないっていうね。ところでま、判定変わらずっていうところだね。あとはね、ノー アウト、二塁でしょ、でこれ、中村ヒットでしょ、ノーアウト、一、三塁になるんでしょ、次、満塁ホームラン打ってる山口なんでしょ、これ回すことなくない、そんな無理やり、このその後ね、2点取れたから良かったけども、これ、取れなかったら大問題だからね、あそこ100、100%ストップでしょっていうね、えー、ところで、でワンアウト、二塁になって、ピッチャーね、大道に変わって、山口、シャタリー連続フォアボール、バーッと、これは痛いよ、リリーフで出てきて、右バッター2人、連続フォアボール。 でワンアウト満塁になって角中が、ね、センターへ2点タイムリーツーベース、カックなんかさまざまですっ、ね、これ本当にこの前0点だったらロッティ逆にやばかったからねでもここでねフォアボール2つで相手がねミスってくれてるのにこっちもミスり返すっていうね悪循環っていうねでここでまた6対になってで8回表、ねえー、ピッチャー坂本に代わって野間センター前秋山アウトになるけども松山フォアボール。 坂倉セカンドゴロでアウトになるけどもツーアウト、二・三塁から田中康介がねセンターへタイムリーヒットっていうところで6対2、ね、いやこれどうなるのかっていうところで9回ねピッチャー、増田が出てきてね、えー、ワンアウトから西川内ンダー野安打野マセンター前、秋山は、ね、ライトにタイムリーヒットというところで,でワンアウト、三塁になって代打、菊池1点差ね、ねここ秋山盗塁フォアボールワンアウト満塁。坂倉これ犠牲フライでもい 結果、三振、田中康介レフトフライ、これ打っときそのもう前に打たなきゃっていうね高倉が、ね、山口ね、ね前進守備引いてたから後ろに行ってなとか取ってっていうねゲームセットっていうところで結局、10日、11日はカープ、ビッグチャンス何回もってこれ正直、ね、うまくまとめたら、ね、カープ3連勝できてたね正直最後の1本打てなかったっていうね逆にロッテはその最後の1本踏ん張れたっていうところがね大きかったね。 非常に、ね、これギリギリ勝ったっていうところでは、ね、最後の1本を打つか打たないかっていうところが本当に、ね、この3連戦カープも惜しい戦いでも惜しいじゃダメだから押、ね、しを勝っていかないと優勝にはいけないというところとロッテは押しを勝っていくと優勝にいけるからねこの3連戦、ね、惜しいに打つかっていうねところでしたけども結果ね、ね2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。 えー、続いで日本ハム対阪神九日4対0で日本ハム10日4対3で日本ハム1一日0対1で阪神日本ハムの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども9日、ねえー、日本ハム先発鈴木6回102球4安で1三振一四球無失点とまあ対左バッターに、ね、インコースしっかり使えてあと、高低高めにストレート低めにね進化系の変化球というところで高低も作り加えてね非常にいいピッチだねで 3回89、5安打234、2934って、惜しいいい、いいところいっぱいある。ね。まっすぐナックルカーブ、スライダー、チェンジアップっていうね、いい球めっちゃあった、投げてて。ただ、ちょっと請求できてない。これね、請求しっかりできれば、結構いい感じになると思う。俺は。いい球投げてたからね。ここね、もうちょっと修正して、再チャレンジ頑張ろう。ね。なかなか、球自体の質は良かったと思う。請求できてるかどうかだけ。ね。で、紙はね、えー、初回。 えー、2アウトから、前側がね、ライト前ヒット。で、大山センター前ヒットで、1、2アンダー前側が3塁、走塁アウトっていうね、バーッと。これ、ま、なんでバットかっていうと、センター、エゴシじゃんね。エゴシの守備力って、もともとチームメイトだからな。さ、前側は2年目だからさ、去年、エゴシとチームメイトだったはずなんだよね。で、そう考えるとさ、知ってるじゃん。肩の良さとか。そしたら、あれは回っちゃいけないってわかるよね。そう考えると、やっぱりバットだね。 で日本ハねは2回裏ね松本、えー、ライト前ヒットでマルチネスが、ね、レフト前ヒットだけども、まあ、レフトね、ね島田が若干ファンブルしたところを見逃さずねあのマルチネスもセカンド行ったっていう総理はね,グッねで野村、奈良原、連続アウトでこれ1点も取れないのかっていうところで9番フジム、ね、藤村レフトタイムリーヒットっていうね、えー、ところでセカンドランナーねマルチネスも本塁帰ってきて、グソと走 で、3回もね、ツーアウトから、真ん中センター前。で、松本がね、19粘った末にフォアボールっていうね。で、ツーアウト1、2位からマリですがね、えー、タイムリー、ツーベースで一点。で、えー、4回もツーアウトから、エゴチがね、ライトスタンドホームランっていうところで、ま、ああの、3回も4回もツーアウトから1点ずつ取ってるっていうところでね、非常にナイスなね、えー、攻撃。そして、えー、無駄のないね、えー、攻撃で得点っていうところでは非常にね、大きかったなっていうね。 で、あのー、守備もね、3回表、ね、あのー、2点先制して、ね、三、えー、回表、ハンシュはね、島田が、えー、またベースに当たってライト前ヒットっていうね、で、近本の時に盗塁、で、ライトフライで3塁行って、ワンアウト3塁から中野の打席ね、えー、セカンドゴロ、ね、ハンソン見事にね、フラブサッカーして、本塁ね、あの、不思のタッチも良かったこれアウトっていうね、これ何がにこの1点を防いでてね、大きい。ここで2対1になるのと2対で全然違うからね、この守備っていうところも非常に大きくね、で、まあ、ああのー、 鈴木がね、えー、6回投げてでまあ、川野、池田田、田中正義とねまあヒットを打たれればねしっかり粘り強く、ねえー、無失点で抑えきって4対0というところは非常にね、えー、大きかったんじゃないでしょうかうねで、えー、10日、4対3でね日本、えー、ハムというところでニッハム投打、田神谷、ね、守備も失点防ぎッっッとという、ねえー、ところでやっぱこの、ね、守備とかもねやっぱエラース多いけど守備とかしっかりねできてくればいい感じになってくると思うんだよね。 日本はもね、先発伊藤博美、7回111球、8安打7三振無死球3失点と、まあ勝ち星ね、つかなかったけどね。で、阪神先発大竹、7回11球、7安打5三振2死球4失点っていうね、えー、ところで今日はちょっと請球ね、ちょっと高かったかなっていうね、えー、ところで、あとはまあね、DH 制だからね、打席回らないからね、ちょっと投げすぎたかなどうなんだろうっていうね、えー、ところはあるけどもね、8回途中で交代だからね、まあそこ考えたら、 もうちょっと早めに変わってもよかったんちゃうか。でも代打、ね、打席立たないからね、代打の機運もないしっていうね、えー、ところはちょっと感じたかなと。で、この試合もね、えー、日本ハね、序盤から2回ね、えー、あじゃあ、初回ね、1番英語士がフォアボール。で、マナチメスがね、レフトにタイムリーツーベースで行って。で、こうと過去、過去をね、センターフライで、進塁だけ、進塁できずっていうところで、ここは最低進塁ね、差しとけば2点っていうところは取れたんだけどね。で、2回裏、2アウトからね、伏見のレフトスタンドへホームラン。 で、3回表に、ワンアウトに3塁から近むとかね、内容頃の間に1点入れるけども、3回裏に、マルチェンスをホームランっていうね、えー、ところで、まあ、これね、えー、初回から、もうね、タイムリーあり、ホームランありっていうところで、えー、3対1。で、も阪神はね、4回表、ノイジーレフト前ヒット、大山レフトへツーベース、ノーアウトに3塁からサトテル三振するけども、前側がライトにタイムリーヒットっていうところで、同点。もうここはね、非常に粘り強くね、 ええー、戦うけども、もう日本はもう着実に点を取るね。阪神も隙を見逃さずっていうところでね。で、結局ね、勝敗ついたのは8回裏。ね。えー、江越がツーベース。マルティンスオファーボール。で、ノーアウト1塁から加藤がね、センターへのタイムリーヒットっていうところで、まあね、初回ね、同じような状況下でアウトになったけども、これね、リベンジを果たすっていうところではね、いいバッティングだった。でもその後ね、ノーアウト1塁から万波463ダブルプレイ松本アウトっていうところで、ここでね、 もう1点、えー、欲しかったかなっていうところはねあるねあと、まあね阪神の守備でいうと細かいんだけどもマルチエースのレフトへのタイムリーツーベースの時ねちょっとあのレフトの維持クッションミスしてましたよっていうね、えー、ちゃんと、えー、見てますよっていうね、えー、ところはあるけどもまあ、阪神的にはねこれ5回ね先頭、木浪の内野だっていうところを生かしたかったけどもねこのね ツーアウト2塁から中野の、ね、ライト前ヒットというところ万波伏見でね急にタッチアウト、ね、で7回にもね坂本のレフトフライというところレフト、松本が、ね、ダイビングキャッチっていうところでこの守備でもねあの失点を防いだというところでは非常に大きかったねだからそういったところで阪神もね。 詰め切れずっていうところでね、伊藤、そして宮西、田中正義とね、で宮西が勝ち投手になって、非常にね、いいリリーフだったっていうね。で、11日ね、えー、0対1で阪神っていうところで、まあ阪神先発ね、再起ね、えー、前回もそうだったけども、今回も7回106球、4安打5三振、2四球、無失点っていうね、えー、ところで、グッてね、大きかったっていうね。で、得点はね、えー、2回の表、ね、 ワンアウトからね、前側がスリーベースね、で、渡辺がセンター前ヒットっていうね、ま、この1点、トランのこのこの1点を守り切ってね、勝つっていうところではあるんだけども、ね、ここまでいい形でね、戦ってきた日本ハム、なんと11日はミスで負けるっていうところでね、え、初回、ね、え、氷がライト前ヒットってね、先頭打者が出て、ホ川カはね、で、バッドファウルしてバッドできず、結局最後は空振り三振っていうところで、で、その後ね、え、後続,続かず1点取れないっていうね、で、3回裏、ね、 えー、先頭福田がフォアボール。で、アルカンタはレフト前ヒット。で、ノーアウト1、一、二塁で氷、コーリ送りバンドがピッチャーフライでアウトっていうね。で、細川、加藤も続けず無得点。ね。で、6回、先頭コーリレフト前ヒット。で、ここで細川送りバンドするもピッチャーフライっていうね。で、加藤ここでね、セオティーバンドめっちゃ上手かった。やっぱりね、あの、エスコンフィールド天然芝だからボールかなり死ぬね。で、ワンアウト一周になるけども、マンナミが6、4、3、ダブルプレイっていうところで、こういったね、1回、3回、6回とバントミスで、ね、 これがちょっとね、ちょっとずつ命取りになったなと。あと2回表よね、前側のライトスリーベース。まあはっきり見えなかったけど、真ん波空振りしてない。その、取れると思って、取れ、それともフェンス怖かったから行けなくてこっち落ちたのか、空振りしたのかわかんないけど、取れたっしょって俺は思ってんだけどね。でまあ結局ね、最近の後ね、えー、岩崎、そして湯浅っていうところがね、えー、締め切って、えー カンプリレーっていうね。で、日本ムも北山ね、4回3分の2、百八8球、3で6、3、4、四9、1失点っていうところで、非常に粘り強くね、いいピッチングで、も六ックで球っていうところでね、まあ1失点で抑えれたっていうところはね、非常に粘った。で、その後福田杉浦、宮内、川野、池田っていうところでね、後続もしっかり粘っていったけどね、まあ結局そういうバンドとかのミスが響いて、カンプっていうところは痛かったね。まあ結果ね、2勝1敗で、日本ハムの勝ち越しです。 え続いでオリックス対 d n a 9日2対4で d n a 1 0日7対3でオリックス1一日4対8で d n a d n a の2勝1敗で勝ち越しっていうね、えー、ところになりましたけども、えー、9日2対4で d n a d n a 先発バウアーね7回108球5安打9三指4四球二失点とまあ高めストレート低めの変化球っていうところで、まあ、はっきり投げれれば、ね、いい形を抑えれるなっていうところあるけども中途半端な高さに入ると長打打たれるっていうところでひょっと としたらボールが軽いのかなっていうね、えー、ところは結果から見ると感じるけどどうなんだろうっていうねでオリックス先発、山下俊平だね6回98球4安打7三振294って自責点2というところで、まあ、6回ね一気に2球からプラス味方のエラーっていうところでちょっとこれは痛かったなっていうね d n a は、ねえー、2回表、牧、えー、がツーベースでオースティンが、ねえー、センター2ベースで先制っていうところで,でノーアウト二塁から桑原三振 ここで最低でもね、進塁さすときはもう1点取れたのにっていうね。で、強打。で、伊藤が連続で続かずね、1点のみ。ここね、もう1点欲しかったなっていうね。で、オリックスはね、2回裏すぐにね、ツーアウト満塁から、紅林ね、えー、伊藤のパスボールっていうところで、セカンドランナー中川がね、3塁回って、本塁生還っていうところで、1対1にまあなるんだけどもね、これはね、サインミスだからパスボールにするのかわいそうだね。多分、サインミスなんだよね。で、あのー、 バックネットに当たって三塁側に点々と転げていって。 まあ、二塁ランナーの長川がホーム返ってくるんだけど、これ一つ気になるのはね、サード、林はね、なぜ追いかけていかないっていう、なぜ三塁ベース上付近でボーッと見てるっていうね。あんなのボーッと見てたって、三塁はアウトにできないし、ショートが三塁に入ればいいだけなんだよね。あれ、林がさ、一緒に追いかけていってさ、多分林が取ってたら、ひょっとしたら本塁まで行かれてなかったかも分かるんだよね。え、ボーッと見てんじゃないよっていうね、ところは、なんで伊藤ばっかりが一人で終わていってんだよって俺は思うけど、あれはね、 バットだね。まあ、取れなかったとしても、追いかけてほしいよね。ああいうのはね。三塁ベース前まで来てるんだからね。で、まあ、同点。ね。で、オリックスは4回裏。ね。トングレフトスタンドへホームランっていうところで勝ち越した。中で問題のシーン。6回表。ね。先頭、林フォアボール。で、大谷の時に盗塁。で、三振して。で、関のまたフォアボール。この2四球痛かっのやましたね、山下ね。で、ワンアウト1塁からでもね、佐野のレフトフライで2アウト。 2アウト1・位からマキねレフト前ヒットで同点になるんだけどもね7、5でサード廣岡がなぜか取ってこっち回りに1回転してセカンドに投げて悪送球ライトの野口はカバー行ってないバッとまずね楽勝でセカンドセーフなのになんで投げたしかもまだこれだったらあれだけどこの1回転だったら 目線つけるの難しいやろと。でしかも、だから、だからランナー出てるかどうかわかんないから勢いで投げちゃって悪送球なんだけども、そんな出てなかった。で、ライト、野口はなせねんっていう。え、野口だよね、間違いない。これ間違えてたらまたあれだからね、のライト、野口。カバーでしょ、もし来たら。どこにいんのよ。いろんなポジション守るけど、でもそれはカバーだからね、内野でもここに外野行かなきゃいけないとか、イメージしなきゃいけないよね。で、結局これ2点取られるわけ。 同点だったのに4対2になるっていうね。これは山下にとって痛いね。で、DNA はね、えー、6アン安打。で、オリックス7安打だからね。まあ、この後ね、オリックスね、えー、なかなかチャンスらしいチャンスもなくね、えー、そのままゲームセットっていうところになるけども、まあ、7回裏ね、えー、唯一ー林がね、ツーベース。で、茶の三振ね。後進新塁打打ってればっていうね。で、広岡がね、レフトヒットでワンアウト一三塁打って、野口のね、えー、363、ダブルブレー。ここでね、 一気にガンっていきたかったところでねまあチャンスをものにできなかったとっいうところはね、まあ、言いたかったねで8回にも頓宮、ツーベースを打つけれども、ね、ツーアウトから中川が,が続けずっていうところでね、えー、ジエンドっていうねで9回も紅、えー、林が出て、ね、最後ツーアウト二塁になるけども廣岡が、ねえー、三振っていうところでバウアー、伊勢山崎康明っていうところでねなんとか粘りの勝利ね山下俊平と敗戦投手になるけどもエラーが言いたかったっね。 えー、ついて10日、7対3でオリックスっていうところで、オリックス先発山崎達也、5回3分の1、78球、6安打2三振、えー、無四球、1レッドボール3失点と、ま、あ1、2回ね、ここ踏ん張れたのが、ま、あ勝ちへのキーポイントになったかなっていうね、えー、ところで、初回ね、えー、先頭関根がライト前ヒット、オースティンアウトになるけども、佐野がレフト前ヒット、で、ワンアウトに注意から、牧がね、えー、ファーストファールフライ。 で、外がサードこロっていうところで、山崎達はね、無得点で抑えて、2回もね、桑原デッドボール、山マドレフト前ヒット、で、ノーアウトに一塁から伊藤光に送りバンドを決められて、ワンアウトに三塁になって、強打のね、セカンドゴロ、これは本塁で、え桑原がね、立っちゃうと。で、関根がね、空振り三振っていうところでね、ここ乗り切れたのがね、 大きかったね山崎ねで d n a 先発ガゼルバンね5回100球8安打2三4 3 4球4失点と、まあ、初回のピンチを乗り越えてボール動かしてね良、えー、さ出すも、まあ、5回裏ノーアウト1塁からね、えー、ゴンザレス、セカンドゴロエラーねこれが痛かったね。だからもう ミスの試合で一勝一敗みたいなね、まあ、オリックスはね、初回ガゼルマン攻めてワンアウトからね、ゴンダレスツーベース、杉本内野安打っていうところで、ワンアウト一塁からね、えー、森がセンターフライ、頓宮ライトフライっていうところで、えー、後続続かず、先制できずっていうね、えー、その中で、えー、オリックスはね、4回裏、森がね、右中間ホームランっていうね、先制して、5回の裏、ねえー、先頭茶のレフトマンヒットで、ゴンダレスのセカンドゴロを牧がね、こ,いつこれマキがね ハーフライナーだったからわざとワンパンで取って4六6 3ダブルプレー狙ったんだよねそれがうまくいかなくてこいつバット <laughs> ねで、えー、ノーアウト一塁になって杉本アウトになるけども森がねまたスリーランっていう2イニ,ニング、ね、連続ホームランで4打点っていうねところでこれねダブルプレー取れてたら森のスリーランなかったからね痛かったねで4対0になるけども、えー、6回表ね,ね ワンアウトからサライト前ヒット、マキがね、ツーベース。で、ワンアウトに三塁からね、外がタイムリーツーベースを打って、で、ピッチャーここで日がに変わってね、えクワーラ、えー、三振するけども、山とか、タイムリーヒットっていうね、えー、ところで、4対3、1点差までね、追い上げる棒、ね、7、8回オブで、ね、こう、あと1点っていうところでね、えー、DNA、ピッチャーね、ワゲスパック、先頭で、マキが、戦隊のツーベース。 ノーアウト二塁から外が三振代打、宮崎ファーストゴロ大和、ライトフライっていうところでここ同点のチャンスあったけどね先頭ツーベースっていうねところででねそこで点取れなかったところで8回ぐらいに、ね、オリックスはツーアウト満塁から頓宮がねセンターへのタイムリーヒット大田がねタイムリーヒットっていうところでダメ押しの3点で7対3でゲームセットっていうところあるけどもこの5回のね牧、判断よかったけどね あれができてたらっていうねところでまあこのね9日どうかお互いのミスの試合で1勝1敗かなとねで11日ね、ね、えー、8対4で d n a というところでオリックス先発、宮城、ね、5回83球7安打三振0、298まあこんな日もあるかねそんなめちゃくちゃ悪い球投げてるわけじゃなかったけども d n a 打線がすごかったかなと。 で、DNA 先発、大抜きで、えー、6回8球、6安打134、1 13 4球、3 1点と、まあ、フォアボール1個っていうところがね、この粘り強い投球に、えー、なったかなっていうところでね、えー、初回、ね、いきなり、えー、関根センター前、オースティンがね、ツーベース、サナサナアウトになるけども、巻がね、フォアボール。で、ワンアウト満塁から、宮崎タイムリー、外タイムリーっていうところでね、一気に4点をね、えー、取って、ね、で、2回の表、ね、桑原が、えー、高めに浮いたね、変化球をね、パチンと引っ張り込んでホームラン。 で、マキもね、ツーランホームランっていうところで、7点。ま、あこれきついよね。で、えー、オリックスはね、2回裏にトングーがね、ホームラン打って1点返すも、5回表にね、えー、宮崎のホームランでまた1点追加されて、でも5回の裏にね、えー、きっちり茶のがね、タイムリーツーベースを打って2点返すんだけどもね。だからこういったところはいいよね。取られても取り返す、粘り強く逆転いくぜっていうね。で、9回裏,裏にトングーのまたホームラン打つけども、 ね8対4、やっぱ序盤のね7失点っていうところはちょっと痛かったかなと d n a ね1回、2回、え5回とね4点、3点、1点の得点をげるんだけどもえチームで七安打この、ね、得点の時だけヒットを打って3、4、6、7、8、9は無安打っていうところで考えるとめちゃくちゃ効率のいい点の取り方してね一気にビッグイニングつけるたっていうところは非常に大きい勝利になったんじゃないでしょうか結果ね、ね2勝1敗で d n a の勝ち越しでした。 え続いてソフトバンク対巨人九日、5対1でソフトバンク10日、6対10で巨人11日、2対4で巨人巨人の2勝1敗で勝ち越しい,っていうところになりましたけれども9日、ねえ、ソフトバンク先発、和田5回3分の2、86九4安で6三四1九1失点と、まあ、6回ねピンチで交代、ね、してつ、えー、もりが中田を三振取ってね非常にグッドリリーフだったけどもね、えー、和田もね非常に、えー、安定した安定めっちゃ ソフトバンクの先発で一応安定してるかもわかんないね。非常に素晴らしいピッチング。で、巨人先発横川ね、4回3分の288球、4安打一三死、4四3失点と、ま、あ2回裏のね、回のスリーラン、一発に泣いたかなっていうね、えー、ところはあるけどもね、2回の裏、ね、ワンアウトから牧原ヒット、栗原フォアボール、野村三死するけども、回がね、えー、左中間へスリーランホームラン、グッドナイス。 でも4回表にね、えー、岡本のホームランで1点返すんだけども、ジェイアンツの問題はね、そそそううう、初回なんだよ、な、ね、よ、えー。初回、坂本がライト前で、梶谷がレフト前ヒットでノーアウト1、2からね、秋色がバントしますだからファールっていうね、バントできずっていうねで。その後ヒッティングに変えて1、6、3、ダブルプレーで岡本も三振とって後起点、無得点っていうね。ここ痛かったねでも、まあね、あのー、秋色は対左バッター、えー、この時まで。 2割3分1年で対右3割5分6ンと、やっぱ左打ててないんだよね、たぶんそういうデータもあって、たぶん、バンと差したんちゃうかっていうね、えー、ところはあるんだけど、まあ、それにしても初回からっていうね、打ってもよかったんじゃないかなって、俺は個人的に思うけどね、でソフトバンクはね、えー、で、甲、えー、のホームランで3点取って、で7回裏、ねえー、近藤がホームラン、で、8回裏、ね、甲斐がまたね、タイムリーヒットっていうところで、甲がね、4打点。 で5対1っていうねで巨人はもうね5安打ていうところでちょっと打つてらしいだったかなと、ね、唯一の、ね、このチャンスっていうところで言うと、ねえー、ツーアウトからね6回表梶谷センター前、あきるフォアボールっていうねで岡本フォアボールでツーアウト満塁から中田がね三振ここで津森が、ね、リリーフっていうところでは非常に、ね、リリーフも頑張ったし津、ま、森、松本、いイネロ非常にグッドリリーフね、えー、和田を引き継いでね、えー、3人ノーヒットでね5三振というところでは非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で かねえ6対中でそう巨人というところで巨人はねこの日リリーフデーっていうところででも6点取ってるからね失敗なんだけどねえ今村、2回3分の1 5十球5安打一三振1球3失点その後大江、1回3分の2 2十球一安打二三振1失点菊池 で高梨、鈴木康平、中川大勢とつ、ね、な、えー、げるんだけどもね、まあ、しっかり勝ち切ったっていうところは大きかったかなとでソフトバンク先発、石川3回3分の273球、んで4三振1四球1セットボール6失点と、まあ、ちょっとストライクボールはっきりし,てしすぎたかなっていうねところでいうと、まあ、巨人はね、えー、初回、えー、先頭打者ホームラン坂本がね1回先制するけどもね、えー、3回の裏に、ね、シュート、セーフティーバンドで中村がねライトへタイムリーツーベース。 で今宮、送りバンドを決めてワンナウト三塁から近藤、フォアボール柳田がライトへタイムリーツーベースっていうところでねでその後ワンナウト二塁から牧ねの、えー、内野ゴロの範に1点っていうね3点、逆転このままいくのかってね、えー、正直思ったけどね、えー、思ったけども4回表ワンナウトから岡本デッドボールで中田、アウトで丸、ライト前ヒットツーアウト、一塁から大城のスリーランホームラン大城るこれでかかったねでもここで終わらない。えー 2アウト1塁から坂本が、ね、レフトタイムリーツーベースで梶谷にタイムリーヒット一気に五点で6対3いやこれこのままかと思ったけども4回の裏に甲、ね、斐がまたホームラン打って6対4になるっていうねところでね7回表ね今度は岡本のツーランホームラン巨人はでも7回裏今度は近藤のツーランホームランで負けじと行くっていうね取ったら取り返すっていうねで8対6、ね、でも8回表にね カジタイの、えー、ライト前ヒットで柳町悪送球っていうところで、えー、このね悪送球まあそうなんだけどねあのピッチャーの大津ねカバー行ってないんだよねバッとね梶イのライト前でまあ、ライト柳町ね口投で冒頭掘るんだけども大津カバー行ってないんだよねどこ行ったんあれまだゴールだったファーストベースカバー行ってたらかるんだけど、うん、ノーパンで超えていってるからねライナーで打ったらカバーでしょっていうねで結局10対 6っていう、ね、で貝が打て上げると、ね、30連勝してたけども30連勝でストップ30連勝ってすごいよね、逆にね,、まあ、こうねリリフデーフでていうところだけどもしっかり勝ちきったのは、ね、巨人にとっては大きかったんじゃないでしょうか。 で11日、ね、4対2で巨人というところでこの日は、ね、巨人先発、菅野復帰登板というところで5回93球4安打4三振3四球、1セットボール2失点と、まあ、2失点でよくまとめたなというところはあるけどね、まあ、完璧じゃなかったけども試合を作って勝ち投手になったとっいうところは次以降の感じでいうと、ね、非常に良かったんじゃないでしょうか。 まあ5回で93球だからね、球数も結構多いし、4四4球だからね、ちょっと菅野らしくないところはあるな。でも勝ったっていうところはね、非常に多かったなっていうね。で、ソートバンク先発藤井ね、3回53球1、1アンド4三振、1四球、1レッドボール無失点っていうところでね、ちょっとなんか左脇腹、肉離れ。これ血がかかる。ね。今年いい感じでってて、またこれソートバンク怪我にいっぱい出てきてやばいよ状態じゃないのっていうね。ところでソートバンクね、でもこの日もね、4回裏ね、 ワンアウトから野村デッドボールで、えー、三森がライト前ヒットで、ね、ワンアウト1三塁になって貝がねセーフティースクイズキャッチャーファールフラーアウトねまあでも、これでおおと思った中でね、えー、中村がレフトでね先制タイムリーヒットっていうね、えー、ところでまあその前にもね三森が盗塁してたんでツ、ね、ーアウト2三塁から中村のタイムリーヒットに2点取るっていうところでね非常にねグッパッティング、ね、0点の可能性あったからね。 回のセーフティの話っていうね次やりましょうっていうねでもその後ねすぐ5回の表にね、えー、巨人は丸がライトホームランねでその後ワンアウトからしげのセンター前ヒットで重信、盗塁して坂本、フォアボールでここでねワンアウト、一塁でもう代打、オえっていうねあの早かった梶谷に変えて、ー、ピッチャー、田浦に左に変わったっていうところでねでお声がライト前ヒットでワンアウト満塁からね秋色が同点ライトへ、ね、同点タイムリーヒット。 で、ワンアウト満塁になってね、武田に代わって、田浦からね、岡本、戦隊の犠牲フライっていうところで勝ち越して、3対2っていうね。で、えー、巨人は9回表にもね、えー、オスナから、丸がね、ライトスタンドホームラン、オスナ今季初失点っていうね、丸が上がってきたね。で、結局ね、4対2っていうところでね、えー、勝つんだけども、まあ、巨人はね、えー、菅野を引き継いだ、えー、大江、菊池、高梨、中川、ビーディ、で、大勢っていうところがね、非常に素晴らしいピッチングでね、後続を打ち取ったっていうところでは非常にね、グッディー。 ねまあ、その中でね、まあ回この4回のセーフティースクイーズ俺はこれね、すごいナイスな試みだったと思うわけだって、えー、ホームランも打ってきてるわけじゃんでこの巨人戦調子い,いじゃん回がセーフティースクイーズなんでするとか誰も思ってないよねでもこういうういいセーーフティースクイーズとかっっていうのはやっぱりね。 こういったところでやるから、ね、意味あるからさこれは海外が決めきらなきゃいけなかったよね、結果ね、ね中村がヒットを打ったからね2点入ったけどもやっぱ作戦としてはあれ、ズもよく決めてっていうところがねよかったからね俺はねあ,あそこで海がやると思わなかったからね非常にこのタイミングもよくねサイン的にも良かったと思うんだけどもねこの6回表ね。 栗原フォアボール、で野村デッドボール、でモリが送りバンドを決めて、ワンアウト、リ三塁で下位になるんだけど、でここでピッチャー、大江から菊池に変わるんだけども、もここでもセーフティースクイーズしなきゃで。ここでセーフティースクイーズさせないんだったら、さっきもさせちゃダメよ。さっきもセーフティースクイーズだったら、ここもセーフティースクイーズ。ここ、俺はセーフティースクイーズ、パンパンって連チャンでいけよかったなって俺は思ってるんだよね。そこを思い切った采配がね。俺は欲しかったね。 で7回もね、あのピッチャー中川に代わって、先頭、け原センター前、近藤三振、柳田アウトになるけども、柳町フォアボール、で、ツーアウト一、塁から栗原がね、えー、三振っていうところで、えー、一本ずつっていうね、で、結局ね、まあ、巨人はね、パンパンパンって5回に連打が出たっていうところと、まあ、ソフトバンクは連打が出なかったっていうね、結局は連打が出たか出なかったかね、結局この11日あったかなと。でも俺はあの6回、回スクイズいってほしかったね、もう1回ね、誰もすると思わんやん。 面白かったと思うよ。まあ、でも結果ね、2勝1敗で巨人の勝ち越しっていうね、ところになりましたね。さあ、最後にベストライン発表していきましょう。まずはパリウから、ピッチャー、楽天、早川。順位上層の救世主になれるか。キャッチャー、ソフトバン、海。打点を上げると30連勝だったけどストップ。でも、バッティング素晴らしかった。ファースト、オリックス、タング、3ホーマー5打点。セカンド、 楽天、朝村、打ち出すか、これから。サード、楽天、株方、多くの人を救ったさよならホームラン。ショート、ロッテ、藤岡、さよならヒット、ナイスバッティング。レフト、ソートバンク、今度2割7分二厘。いやー、まだ物足りない。センター、西武、長谷川、打ちまくるホームラン、ナイスバッティング。ライト、楽天、大河、泣くな。 DH, 日本、加藤、28歳、だけどルーキー。リリーフ、ソフトバンク、もういでろ、無敵。セリーグ、ピッチャー、ヤクルト、石川、185勝、あと15勝、200勝、頑張れ。キャッチャー、巨人、大城、2ォーマー、6打点、打つぜ。ファースト、巨人、中田、2ストライク後の右打ちが天才的。セカンド、DNA、マーキー。 10アンダー1ホームは4打点。素晴らしい。サード、巨人、岡本校長イージ。ショート、広島、田中光介復活。レフト、広島、西川天才打法で5打点。センター、中日、岡林、全者合ヒットで6得点。ライト、巨人、丸、丸。DH、 巨人、わーカーこの子すごいサイクルあったぜ。もうちょっと。リリーフ、広島、矢崎3セーブ、頑張っていこう。さあ、ということでね、今週交流戦、ラストの6試合っていうところでね、どんな試合、優勝、どのチームなのかっていうね、1位から12位まで、2ゲーム差。まだわからない。どこもチャンスある。正直。ここ絶対優勝って言い切れない。ところが難しい。ね。 皆さん優勝はどうだと思いますか撮影はあのチームだと思います後期を期待それではありがとうございました